はい、酒好きな俺の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回は、またウイスキー、メーカーズマークでございます。またミニチュアボトルでございます。ね。アルコール度数が45%。これも強いですね。45か。45？ ワイルドタキ47だと。あ、50度か、これ。ワイルドタキ50度だよね。50度ですね。それから弱いのか。まあ、あれですね。これは バーボン。アメリカンウイスキーです。原材料はグレーンとモルト。容量が 50cc。輸入者が、明治屋。株式会社、明治屋。原産国、アメリカ。ね、となっております。こちら。ローでございます。まあ、メーカーズマークのね、こうなんか微妙にこの、取って、ちょこっと出てるんです。これを多分引っ張れってことなんでしょうね。あ、引っ張った。まあ、これがメーカーズマークの特徴とも言えるべき、でかい。ね。メーカーズマークの特色。ローで固められた。ああ、蓋ですね。まあ、メーカーズマークはですね、ものすごく、2ちゃんでは、すごいうまい、評判のね、バーなんで、これは、かなり期待できるんじゃないか。まあ、先ほどね、サントリーロイヤル飲みましたけど、喉が痛くてね。あそこまで強烈な、ウイスキーは初めて飲んだかもしれん。うん、色は濃いです。やっぱワイルドターキー8年みたいな色してますね。すごい。色がね、結構濃いです。それじゃ乾杯。うん。かー！これは、なんということだ。サントリーロイヤルを飲んだ後だ。飲んだ後に、45度のウイスキーを飲んだ、これなんですけど。なんとスムースな。なんと口当たりのまろやかなウイスキーだ。これは一体38度ぐらいか。度数38度ぐらいなのか。というレベルです、本当に。45度とは思えない。というか、ワイルドターキーに比べるとパンチ力がなさすぎる。逆に。すっげえこれ。まあでもコクはないかな？そんなに。ほとんどワイルドターキー8年に味は非常によく似てる。だから口当たりがものすごく、口当たりと舌のピリピリ感は皆無。もう、スッと入って、まさに水のような流れるこの口通り。素晴らしい。ただちょっと広がりがないかな、香りというか。口の中で広がるこう、香りのハーモニーがない。とは思いますけど。これは、すげえな。45度だよ、これ。これ45度かよ。恐ろしくあれだな。恐ろしいな。ハーパーよか、40度のハーパーよか、すっごいスムースな味わい。飲みやすい。これ、バーボン初心者にでも、十分通用する。この飲みやすさ、口当たり。
マジか。これは非常に美味しい。まあ美味しいっていうか、逆に言うとパンチが足りなくて物足りないかなっていう感じはするんですけど、まあでも、まあ、上場でしょ。これフルボトルで2000、いくら ?2200 円ぐらいだっけ?メーカーズマークね。2200円、そんぐらい。あ、2000しないのか。あ、2000ちょいか。2000しないか、2000円ぐらいです。みたいですね。これちょっとロックとかでいただきたいですな。なんかすごいのあるな。これはちょっとロックでいただきたい。あえてちょっとあのワイルドターキー8年ちょっと飲んでみましょう。飲み比べで。まあこれ50度ですからね。まあでもワイルドターキーは割と度数もう高いのはあれなんだけど、大体がして味が結構強烈な部類。でもないのか。まあ、でも結構あの、このワイルドタッキー、このライのない、この味わいが強烈なんで。強烈っていうか、でも、あれですね。やっぱ口当たりは非常にまろやかですね。ちょっとメーカーズマークも異常でしたけど、よくこう飲んでみると、ワイルドタッキー8年もむちゃくちゃだな。非常におとなしい。非常に。ちょっと似てるけどね、味がね。ただね、やっぱ、個人的にワイルドタッキー8年のがうまいです。あのね、結構特徴がね、あるんですよ。メーカーズマークはいわゆる、まあ、簡単に言ってしまえば、端的に言うと、非常に、まろやか、マイルド。味が控えめ。みたいなバーボンなんです。端的に言えばね。でも、こっちはね、結構ね、特徴として、この、ライ麦だっけ?ライウイスキーのような、この、ね。独特のこの、酸味というか、香りというか、酸味の香りみたいなのが、結構強力なんで、強いんですよね。でも、しっかり口当たりはまろやか。飲みやすい。50度でこれ。ということを考えると、一体さっきの飲んだサントリーロイヤルは、一体何者なんだって逆に。一体どうなってるんだ ?43 度であの強力さってちょっと異常だぞ。
ちょっと考えられない強力さがあるのは分かった。これハイボール要因なんじゃないか。もしかしてサントリーロイヤル。本当に考えて。ちょっと、ガチでちょっときついんだが。さすがにちょっとサントリーロイヤルは、ね、なんか、サイト見たけど、普通になんかまろやかとか書いてあったけど、どう見ても俺の舌がおかしいのかな。まろやかには思えねえんだけど。もう荒々しい、もう、ユニコーンじゃないけど、ライオンとか、ああいうレベルなんだが。味わいが。うん。うん。うん。やっぱ香りとかもね、断然ワイルドターキーの方が強いですね。うん。香り。うん。まあ、強いて言えば特徴としてはやっぱり、おとなしいっていうのがメーカーズマークの特徴じゃないですか。うん。うん。まあ、ワイルドタッキー50度だけど、50度とは思えないような、口当たりと、まろやかさが、ね、飲みやすさ。フロムザバレルと大違い。ですね。コンセプトが全然違うのかな。うん。メーカーズマークは、まあでも、うん。まあいいんじゃない？わかんないけど、うん、ね、メーカーズマークはライ麦の代わりに小麦を使用しているらしい。うん。一般的なバーボンと違い、原料にライ麦ではなく冬小麦を使用しているため独特の柔らかい口当たりがある、うん、となってます。うん、メーカーズマークのね、葉巻があるらしいですね。これちょっとロックで飲みたいな。芳醇でまろやかな味なのは原料である穀物の違いが大きな要素が、大きな要素だそうです。はぁ、確かに、かなりおとなしいもんな。おかしいほどおとなしい。うん。おとなしいように、やっぱり香りがしない。特徴的な、バーボンの、っていうか、まあ、バーボンっていうか、ねえ、いわゆる、ワイルドターキーの特徴的な味わいがない。うん。これは、水割りとかでも飲んだらまた違うかもしれないね。うん、なるほど、メーカーズマークか。
このローがね、特徴的ということで。このローをなんか、自分でつけるサービスが、なんかそういうセミナーがあったみたいですが。うん。メーカーズマークか。うん。これは非常に、おとなしいバーボン。個人的におとなしいバーボンは、今まで、ハーパーだったんですか ?IW ハーパーだったんですが、多分これが一番おとなしいでしょうね。間違いなく。度数的にも考えて45度ですから。それでこのおとなしさとすると、まあ、おとなしさで言うと、一番。もう、度数考えないでも、もうこれが一番。二番がワイルドターキー。いや、違うか。いや、さすがにワイルドターキーはねえか。でも、ワイルドターキーもあれ50度のくせにやけに静かだな。おかしい。やっぱハーパーかな。第2位、ハーパー。3位は知らん。って感じでしょうか。うん。まあ、ただ、おとなしすぎるかな、という感じは、うん。感は否めないですね。これをどうやったらロックで飲んだらいいのか。水割りか。なんかで味が広がるんならあれなんですけど。ちょっとあまりにもおとなしすぎるかな、という感じはしないでもないですね。うん。うん。まあ。まあでもまあ、でもこれで2200円ぐらいでしょ。まあそれだったらワイルドタッキー買うかな。うん。俺、これだったらワイルドタッキー買うしな。おとなしいのって言うと、まあ、だったらハーパー買うしな。なんだかんだで微妙ですね。確かに、あれなんですけど。3333ということで。まあ、ちょっと、個人的にはもうちょっと、面白みが欲しかったな、と。というか、コクが欲しかったな、という感じはします。それではご視聴ありがとうございました。